皆さん、こんにちは。テクニカルなし、トロモリでございます。日本株家族、本日もよろしくお願いいたします。今日は2月の3日木曜日です。お題はこちら。一気にリスクを、ん決算発表で明暗くっきりということで話をさせてください。ちょっと今日休養がありまして、ザラバ中での撮影になっております。そこだけご了承いただければと思うんですが、えー、決算結構ザラバに出てます。海運関連とか、 あと、ファーストリテイリングのゲイツー M3 機能決算、総合商社決算出てきてたりしますし、メルカリ強決算ですよね。なんで、この辺をちょっと確認をさせてください。あと、今後の市の売買戦略、テクニカル分析、現状ね、今14時23分なんですけども、入れておきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは、 終わったばかりの日本株の分析、今日はザラバ中ですけども、えー、の分析をですね、毎営業日にお届けしている、夕方5時までにお届けしている番組になっております。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルになるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、現状の日本株を 振り返りしていきたいと思います。えー、今14時24分なんですけども、日経平均株が1.1%マイナス、トピックス0.82%マイナス、そしてマザーズが4.02%のマイナスということになってます。もうマザーズね、もう初めから主力目からほぼ下がってたんで、なんか今日とりあえず今日はマザーズ売る日なんだなって決めてた感じしますよね。えー、なんかそんな感じがしました。はい。日経平均の値上がり値下がり見ると、値上がりの方が多いんですね。これは意外だなというふうに思いますが、でも主力ところ大体こっちですかね。 ファーストリテイリング、東京エレクトロン M3、ソニー、ダイキン、アドバンテストといった。まあソニーなんかもかなり高決算だったというふうに言われますし、まあ M3 もこの後見ますけども、まあ決して悪い決算ではなかったはずなんですけど、9.25%も下がっているってことですよね。いやー、これちょっと厳しい評価だなというふうに思います。はい。売買ダイキンランキング見ていきましょう。14時11分時点ですけども、日本優先がトップ、レーザーテック、ソニーみたいな感じで続いていきます。で、今日、海運2社、えー、日本優先と川崎 基線のね。決算が出てるんですけど、ここで明暗かなりくっきり分かれてますよね。川崎基線11.6。7%のマイナスですからね。一体何が違ったのか、この後ちょっとチェックをさせてください。えー、マザーズの方を見ておきましょう。マザーはフロンテオがトップですね。で、メルカリ決算控えてるんですけど、5.8。7%の下落ですから、もうなんかど,どうしたらいいの？みたいな。なんかそんな感じがするかなという風に思います。し。まあ、この直近 ipo とかとフリーとかもね。めちゃくちゃ下がってますよね。j。 ベース、サイエンサーとか、もう大体主力どころ10%とか下げてますからね。いやー、厳しい下げだなというふうに思います。企業ドランキング見ておきましょう。こちらが13時30分時点ですけども、え、企業ドマイナスの方で見ると、本当にメルカリフリービジュナルメドレー、ジェタワーはベースでもうこれだから、企業ドランキングトップ10みたいななんか、それそのまんま映したやんけんみたいななんか、そんな感じになってますよね。えー、もう本当に今、マザーズの売りが一気に波及してる。まあこれはおそらくですけども、時間外なのメタのね、20%以上の下落が、 まあ影響してるんじゃないか。結果、ナスタックのね、えー、時間外の動きがマイナスに触れてますから、えー、マザーズへの売りが波及してるんじゃないかってことですけど、そんなに関係するのみたいなね、えー、そんなことを、えー、言ってる記者もおりました。では、個別目から見ていきましょう。はい。まずは海運からいきましょうね。日本優先ですけども、0.97%上昇しているということです。ただ、まあ、ちょっと上昇が鈍いですかね。上下に大きく触れている感じがします。計算内容をちょっと見ておきたいと思います。これですね。 新しく出てきた決算内容が、す、え、べ、ー、てを情報修正してる。そして修正幅もやっぱり大きいということで、まあ、プラスの評価になったっていうことだと思います。もう一度ちょっとチャートに戻しますね。一応すべてにこの矢印が付いてるのだけ覚えておいてくださいね。はい。えー、これが日本郵船の冷やしチャートにまた戻ってきたわけですけども、今日まあどういうふうに終わるのかね、ぜひ注目してみていただきたいなと思います。まあ、直近高値でいくとね、2月のこのあた、一番最初につけたこの辺をね、明確に終値でも超えてくるかどうかがポイントでしょうね。この日の高値 金が9470円です。現状9320円ですから、ちょっとこうあのね上がりが。 だれてきたような、そんな感覚を受けますよね。非常にこれで PR がまた1倍台とかになってますし、配当利回り12%台ですから、まあ魅力はかなり増したはずなんですが、どうでしょう。一応終わりにまでしっかりと確認をしていきたいと思います。一方で、めちゃくちゃ下落してる川崎汽船見ていきましょう。14時27分、13.19%の下落となりました。もうめちゃくちゃでかい陰線で、直近安値も割り込んでくるような、そんな感じですよね。一応 PR1.1 倍なんですけどね、PR って一体何なんでしょうね。はい、こちらが川崎 機の修正内容になってますで、えー、日本優先との違いは、これ、ね、すべてこう、情報修正してきたと思いきや、配当だけ据え置いたんですね。ここが一番違うところかなというふうに思います。まあ、その結果、配当利回りで見たときに4.79%、日本優先12%ですから、そこと比べると見劣りするのかなと思って。まあ、でも PR って1.1倍ですからね。 一体 PR って何なんでしょうね。もう一度チャートに戻ってきましたが、やはりこのまま終えてしまうとちょっとまずいなってね。で、海運って一塊っていう感覚があったんですけど、 これで明暗くっきり分かれたら一体何を見て判断していけばいいんだっていうのもね、なかなか難しいところになってくるんじゃないかななんていうふうに思います。続いてファーストリテイリング見ていきましょう。今日はマイナスの3.83%ということで、ここのところ下落が続いていて、25日線をね、キープしてくれてるんだったらいいかなと、1月ね、こう貢献してたんですよね。で、今、気温度が一番高い株ですから、やっぱりこれが取り戻してくれてれば、日経平均安心して見てられるのになーなんていうふうに思ってたんですが、2月ね、日経平均強いねなんて言ってる間にですね、実は3日 ぐらいいい続続落落していてて今日日も下がって4日続落という形です、えっと、月次の売り上げがあまりよころしくなかったということで今年日本ねものすごい寒いんですけどね冬物の売り上げがあんまり貢献していないのか材料高が影響しているのかわかりませんが今日はちょっと大きく下落してしまっている、えー、結果日経平均の寄与でもね非常に大きなマイナスを出してしまっていますのでちょっとやはりまあ懸念がさらに高まっているっていうことは事実なのかなというふうに思います はい。そして、決算銘柄で大きな下落になっているのが M3 ですね。9.74%の下落になってます。チャート見ていただくと、もう、ただ安値をぐっと更新してきたと。で、今日の安値。 ザラバイやスねだと4,010円ですから、4,000円割り込むような展開ももしかしたら可能性としてはあるかなと。現状が4,067円か。4,0 0 0どうですかね底堅いかなというふうに思います。で、一番最新の個別銘柄をとことん分析するマガジンで M3 分析していて、まだ下がりそうだっていう分析だったんですね。で、そこの時の下で目安3,300円とかにしてたんで、そこまでいくかどうかわかんないですけど、やっぱまだ下がるんだなって、まだ評価厳しいんだなと。決して悪い決算じゃなかったんですけどね。決算内容ちょっと見てみましょうか。はい。これがね、決算内容ですね。第 短期累計決算で、前年度期比24増営業益、99. 3増最終益倍ですからねで3ヶ月分だけ見ても増収増益をしてるっていうわけですから、まあ、成長鈍化って言われれば鈍化してるというふうに思いますけども、この辺の2.9倍とか見るとね、ちょっと見劣りはしますけど、決して悪い決算じゃないし、ここまでだいぶ売られてきてますからね、PR 成長おそらく予想が出てないから出てないんですけども、まあ、ぼちぼちですよ、ぼちぼちいい水準には来てるの かな、というふうに思うので、改めてちょっとね、この決算を踏まえて分析をしていきたいな、なんていうふうに思ってます。で、それと同じような形で、ソニーの決算も決して悪くなかったんですけど、6.64%も売られてるって、もう本当に、あの、記者も言ってましたけど、一体何が出たら、今日のソニーとか M3 って買われたんだろうなっていう、そんな動きでございます。それぐらいね、ちょっとメタの影響があったのか、もうアメリカの影響を受けてるのか、需給の影響なのかわかりませんけど、どっちつかずの影響でも、むしろ下の方を、 こう警戒するような影響がずっと続いているんだろうなっていうそんな相場好きでございます。 続いて、伊藤忠商事。ちょっと総合商社いくつか見ていきたいと思うんですが、伊藤忠がマイナスになってますね。1.1%の下落です、えー。5番の途中で、えー、決算を出しているはずなんですけども、情報修正にはなってますが、情報修正したのが純利益最終益のみですかね。予定を出しているのは最終益のみで情報修正。配当は維持という感じです。まあ、さっきの海運に比べるとね、ちょっとインパクトが少ないのかなとっていう感じはしますが、一時高値更新してたんです。 けどね、ちょっとまた押されてきたという感じでございます。で、住友商事以外の勝者は全部出てるはずなので、ちょっと見ていきましょうかね。はい、三菱商事こちらも3.23%の下落、結構大きめな下落ですね。もしかしたらダブルトップになるかもしれない25,200を割れてきたっていう内容ですから、ちょっと決算確認しておきますね。こちらもですね、まあ、情報修正純利益のみっていう感じですかね。配当は据え置きといった感じです。はい、三井物産も1.17% この下落ですね。内容としましては同じですかね。でも配当これは増やしてきてますね。チャートもちょっと見ておきたいと思うんですが、チャート上では、うん、このような形ですね。どれも似たチャートではあるんですが、25日線よりは上にいるっていう感じです。はい。丸紅ですね。丸紅が0.95%のプラス。総合商社の中では唯一しっかりと高値を取ってきたっていう感じではありますが、こちらもでもやっぱりちょっと売りに押されているかなと。えー、な長い上髭がくっついてしまったなという、そんな印象ですよね。情報修正の内容としましては、やはり純利益、 のの増増額額とと配当の増額という感じですかね、まあ、でも、どの会社もそこまでめちゃくちゃインパクトがあるってわけではないですが、高根県にいただけに、ちょっと今の相場好きで、ちょっと売られてるかなっていう印象ですかね。明日以降どうなるのか、このバリューとね、配当利回りの高いという海運にも、まあ、ちょっと劣るけどね、えー、配当利回りと PR は劣るけども、まあ、魅力的な株だと思うのでちち、ちょっと注目をしていただければと思います。で、メルカリは今日決算なんで、まだ決算内容、4時35分時点では出ていないんです 5.35%ごめんなさい5.53%の下落ということになってますチャートの下降トレンドがね再びこう5日線も割れてきて明らかに懸念されてるなという感じですよねで決算が今日出てくるわけなんですがその決算後の動きに注目ですかねここまで売られているだけに決算の内容次第で反発なのか さらなる下落なのかを見ておきたいところかなというふうに思いますが、現状はね、えー、より悪くなったぞというところだけは押さえておいていただければと思います。はい。では、指数の方を今度見ていきましょう。日経金株価ですけれども、今日の下落によって、転換線、金準線のまた間にいるということです。またしばらく2万7千円を意識した攻防という感じになるんでしょうか。2万7千円を割り込んでしまうとね、この3日間だけで終わってしまうと、ちょっと厳しいなというふうに思いますし、結局 RSI も50を超えないまま下落が始まってしまったから、弱い相場好きのままっていうか になりますねトピックス見ていきましょうか。トピックスも同じですよね。短期的な下落トレンドの中だし、基準性に頭を押さえられた。そして RSI は50を超えることができなかった。そして反落が始まってしまったっていうことですから、ちょっとやっぱり懸念がね、より強まったかなというふうに思っております。でやはりマザーズですね。マザーズがやっぱりここで4%か、なんか戻ってきたところでこう、 鼻の骨折られるみたいななんかね、そんな感じの相場ですよね。まあ、転換線をなんとか維持できてますから、ここが維持できてる状態、もしくは売られすぎに入らなければ。 ねえ、また高値を超えてくることがあればね、いいとは思うんですけども、で、実際にこれ安値をつけに来たときに、まあ、試し買いをするチャンスではあると思うんですよね。試し買いをして、安値割れたらすぐ損切り、安値割れなかったら高値を超えてくれば、それは上昇トレンド転換したサインだというふうに、捉えられますので、え、そっちだったらホールドのままっていう戦略がね、え、スタンダードかなというふうには思っておりますが、ちょっとまた、 ナスダック市場のね、えー、決算とかもね、見ておかなければいけないかなというふうに思っております。ちょっと警戒強めで見ていきましょう。はい。最後に、アメリカの先物ですね。やはりナスダック100の先物がマイナスの2%以上下がってますよね。お、ま、そ、あ、らくこれはメタの決算、5の時間外の動きで20%以上下がってますから、その動きの影響がとても大きいんだとは思うんですが、実際にこれがどういうふうに市場で評価されるか、ぜひご注目いただきたいかなと思います。で、メタプラットフォーム9、Q。 フェイスブックの決算が悪かった20%下がっていることによってツイッターとかそういったねソーシャルメディア系の株が総じて下げているみたいなのでより注意が必要かなというふうに思います。また引き続きね、えー、本当にそこのトレンドが崩れていくようであれば当然マザーズが安値を割れてくるってことも考えられますし、ナスタックがよりチャートが崩れてしまうとやはり日経平金株価等にも影響が出てくると思いますから、ね、そこは注意をしてみていただければというふうに思います。はい。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中です。最新 新記事更新しましてあえての地味株を選定お宝の逸材全県本社ということで全県本社という会社を分析したんですけどもなかなか面白い会社だと思います今こういう時期だからこそこういう株を見繕っておいて買い時考えておくっていうのはねすごく面白いですよ なので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思っております。で、先週分が M3 なんですけども、M3 と合わせてね、今日 M3 下がってますし、決算内容についての分析もしてますから、ぜひご覧いただければと思います。QR コードや概要欄、リンクの方からぜひチェックをしてみてください。またツイッターボイシー、Twitter や Voice、毎回やっておりますので、こちらの方もぜひチェックしていただければと思います。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。今日はね、ザラ場のうちにちょっと動画を作らせていただきまして、ちょっと休養があって、明日の配信ができるかできないか微妙なんですねえ。そこだけちょっとご了承いただければなというふうに に思いますがまた来週以降ねしっかりと続けていきたいと思ってますのでまあ来週も含めて聞いていただけるという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますまた今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンの方ぜひろしくお願いしますではまた来週テクニカルの付でお会いしましょうさよなら